ャンピングカーの快適化、キャンピングカーでちょっと贅沢に映画館のようにならないかなとプロジェクターを使ってみた。これアクロージョイ RV500 というプロジェクター。中開けてみる。 Amazon で通常1万6000円くらい、セールで1万2799円のもの。手のひらサイズ、刺すとこいろいろある。ピント調整ここにある。まず家で試してみる。三脚のポチッとあるやつにくるくるってつけられた。リモコンに電池入れてコード刺す。有線で映し出してみたらこんな感じ。画面サイズは横幅1メーターから5メーターまで調節できるから、狭いキャンピングカーから家の壁に映して大画面にもできる。私が映るとこうなる。キャンピングカーでやってみる。スクリーンはちょっと高くて重いから100円の突っ張り棒と白い布団カバーで代用してみた。プロジェクターはバンクに置いた。 iPhone のミラーリングで簡単に映し出せた。コーヒー飲みながらキャンピングカーで映画を見れた。本編あります。チャンネル名はトミ夫婦です。